まあ蓮舫さん、僕と同じ年でね、僕も最初に国会呼んでもらった蓮舫さんで、まあ、僕の質問、僕の意見をそのまま NHK に対して質問していただいたんで、ものすごい恩があるんですよ。で、まあ、最近の蓮舫さん見てると確かに、まあ、なんていうのかな、こう、僕もちょっと入試のところに思いましたけど、なかなか人の悪口を言うっていうのが、なんかちょっと、彼女の中でそれがいいと思い込んでる部分があるのは、ちょっとなんか気の毒っていう感じがしてならない。一種の YouTuber みたいな感じですよね。なんか炎上芸みたいに感じるんですよね。炎上芸、蓮舫さん自身が YouTube されてないんですけど、ものすごい蓮舫さんの発言ってニュースになるじゃないですか。で、大体人を攻撃してることになるんですよね。で、まあ、あの身内にも全く言わんおっしゃらないっていうのも、だからまあすごいなっていう、だからもう彼女はそれはさすがに分かってると思うんですよ。だから自分ところの悪口は言わないけど、まあ、いわゆる自民党の悪口は言うよっていうところに関しては、もうなんかもう一種の芸人化してるように気がしてならない、芸風なんじゃないかな。だからあんなにカリカリしてて人生楽しいのか、ちょっとなんか早死にしはるんちゃうかって言ってキャラクターを立憲民主党内でしなきゃいけないと思ってらっしゃるのかもわからないし、でも彼女のそういう人に対する批判っていうのが、やっぱり全体として立憲民主党を避けてるにすごく感じますけどね。だからいくら自民党が悪いことしても、立憲民主党の支持率が上がらないのはそういうところにもすごくあると思っているので、